願いします。これ鳴ってる？あ僕自分の音が聞こえないとなかなか。あ、来たよ。相当時間が押してるようなので、あの MC を山ほど考えてきたんですが、新さんがもうお前喋るなって、もう淡々といきますね。はい、きれない寂しさが
なんか撮りさせてもらってですね、まさか撮りだと思わなかったので相当ビビったんですけども、とりあえず怒鳴ってごまかそうと思って怒鳴ります。
京都のね、丸山野外音楽堂っていうところで27日か今週誰でもね、そこでイベントに参加します。アイラブ丸山っていうね、ここはウイラブスマホミュージックキャンプですが、27日には京都ですね、京都 の伝説的な野外音楽堂、丸山音楽堂というところでアイラブ丸山っていうのがあります。それに出ます。そしてですね、10月の2日ですか、2日はですね、なんとですね、ロコモン戦のリードギタリストでありですね、吉田所第一夫人でありですね何か言うの吉田所第一夫人でありの人いろいろいますが、おけんさんのね、前座務めさせていただきます。で、わがまま言ってね、せっかくおけんさんとやらせてもらうんだから、春の風が吹いてきたら一緒に歌わせてよって頼んでるんですけどどうでしょうかね、皆さんね。YouTube とか見たらゆっくりした感じで歌っていらっしゃいますけど、あれもまあいいかなと思うんですけど、ご本人はね、もう、吉田拓郎さんのことをもはや全く気にしていない、カラリとしたしていはるそうなんで、僕も気楽にね、おとぎ同士の曲からやろうかなとかいろいろ思ってますので、まさか撮ると思わないので、ラストの曲ですが、非常に最後らしくない曲です。この人
ここは妻恋でした。この後は、ね、皆様お楽しみでしたよね。全員でステージで歌いましょう。はい、もうこれ最後の1曲になります。遠慮してる場合じゃないです。どうぞどうぞ上がってくださいよ。はい、歌詞カードあります。コードもついてます。ありますよ。ハーフをお持ちの方はいいでお願いします。人生を語るんです。皆さんで歌いましょうね。はい、どうぞ、どうぞ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 皆様ステージにお上がりください。Mm-hmm.